ご覧いただきありがとうございます。本日は奈良市にございます三杯通佐保さんにお邪魔しております。こちら 1LDK タイプの綺麗な間取りとなっております。そのリビングスペースからご紹介させていただきます。これちょっと、正方形に近いような形のリビングとなっておりまして、こちらにキッチンスペースがございます。で、一口の IH コンロが搭載されておりまして、調理スペースやシンクも共に広々として使い勝手が良さそうなキッチンとなっております。またこのように上と下の方にも収納スペースが充実しておりまして、ただ、換気扇もかなり大きいですね。で、そのキッチンの隣の方にはかなり鮮明に映るモニター付きのインターホンがございますので、来客者様が来た時なんかはお顔をバッチリ確認してお対応していただけます。で、このリビングの方にはね、なんとこの室内の物干し竿がついております。雨の日など花粉が気になる方なので、この室内干ししていただけるというのはかなり便利な設備ですね。そしてエアコンの方もあらかじめ1台つけていただいております。そしてこちらバルコニーなんですけども、南向きのかなり日当たりのいいバルコニーです。また1階の方はこのようにシャッターもついてますので、防犯対策もバッチリの物件です。で、リビングの隣は大体そうですね、3畳ほどの洋室がございます。こちらの方も窓がありますし、もちろんシャッターもついております。こちら、収納スペースですが、これドーンとかなり大きなクローゼットとなっております。ハンガーパイプと棚もありますし、結構ね、上の位置についてますので、長いロングコートなんかもね、かけていただけそうなクローゼットとなっております。で、こちら玄関スペースですね。シューズボックスはかなりトールタイプのものが入ってますし、全身鏡もついてますので、外出するときに足並みのチェックなどしていただけます。で、こちらが綺麗なお手洗いです。で、脱衣スペースと、独立の洗面台と室内の洗濯機置き場、ちょっと奥には、こちらも綺麗なお風呂ですね。かなり肩まで使っていただけそうな機能となっておりまして、また追い焚き機能や浴室乾燥もバッチリついておりますので、日頃の、お疲れを取っていただけるお風呂となっております。また、奈良女子大学さんの方も歩いて徒歩すぐの好立地となっております。弊社賃貸の間先の方では各大学生協さんと提携させていただいております。学生の皆様は仲介手数料半額でご契約させていただきますので、まずはぜひ一度お問い合わせください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の間先では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。